10日は、日本の大倉官僚、政治家。理財局長、大倉次官、増将、文章、内閣参議を歴任。東京の廃人、正岡子規や海軍軍人、秋山正幸の友人だった。勝田治州勝田明安は配合。明治2年現在の愛媛県松山市一番町に、生まれた。松山藩市、勝田九連の逸豆。 勝山学校、伊予新城中学、一校を経て、明治28年に、東京帝国大学法科大学を卒業、大倉省に入省。主税局属。1901年6月の函館税務管理局長、県税官庁時代に、完全法などの調査のために2年間ヨーロッパに派遣される。 大倉時間を経て1914年3月31日、貴族院直選議員となり、大正4年に朝鮮銀行総裁に就任。寺内内閣で大倉大臣を務めた。大正7年、西原亀さんとばかり、工業銀行、朝鮮銀行、台湾銀行からそれぞれ資金を調達し、 総額1億4500万円という莫大な西原借款を提供する。この借款は主に段気随政権の政治資金として使われ、成果を得るどころか、結局は回収できなかったため、帝国議会の豪豪たる非難を浴びた。その後、清浦内閣でも大倉大臣を田中義一内閣で文部大臣を務め、昭和14年に内閣参議となった。 1946年8月3日、公職追放となり、貴族院議員の資格が消滅となった。伊予夫人との間にご男7条を設けたが、長男、力と三男、厚氏が創生したため次男、広氏が死士となった。四つ男、達男は、日本債建信用銀行頭取を務めたが、文筆家としても知られ、西園寺金持ちの秘書、原田熊尾の娘婿ということから、 重心たちの昭和史との日本現代史に関する著書も多い。津尾、助行はテレビ朝日報道局記者、勝田和弘の祖父。六尾、隆は東京大学教授を務めた学者で工学博士。七男、和尾はユニバース開発の社長を務めた。長女、美智子は元蔵省の広瀬と予策に。次女、秋子は内務官僚。 弁護士の中野義厚氏に、三女。マサヨは、元大倉商事社長の黒田康彦に、四女。ソヨコは、元東洋霊四事業部長の早崎文雄に、五女。徳子は、元東京芝浦電機社長の玉木慶三に嫁いだ。弟、久し抜きは、元日本電子計算社長、勝田正幸の父である。正幸は、久し抜きの長男で、三菱財閥の創始者。 岩崎八太郎の孫娘、鈴子と結婚した。故に、勝田家は、三菱の創業者一族、岩崎家と、隕石関係で結ばれたと言える。鈴子の父、幸渡るは、八太郎の三男で、児童文学作家の勝田七子は、正幸、鈴子夫妻の長女。正幸の弟、協業は、安倍元気の三女と結婚している。ありがとうございます。